あれ？今回、なんか、操作ミスが非常に多いな。ちょっと気をつけないとな。3810、はいよ。開いて、で、こっち取りますよ。さあ、これで来い。かかってこいよ。ほら、かかってこいよ、青に。ほら、余裕でお前の横取るぜ。ほら、ほら、ほら、ほら。さあ、ここで、無駄に、ジグザグに通っていく。さあ、こっから出てって、で、もう一回こっち行って、で、すぐ左に、オーケー。で、謎の通路だから、もう一回行っちゃいましょう。うわ、怖え。一回ここでリラックスして、お酒飲もうね。さあ、行くぞ。うわあ、行きたくねえ。よし。なんかあるだろ。なんかないの？なんかないの？なんもないんだね。さあ、行くぞ。おーし、イベント。たけしはどこに行ったのでしょう。誰か降りてきた。誰？もしかして。タクロ、生きてたの？ミカですか？ヒロシです。ヒロシ、無事だったのね。よかった。他のみんなは？タケシも無事でした。化け物に襲われてはぐれてしまいましたが。化け物？青いやつね。私も病院で見たわ。そうだ。病院に怪我をした男の人がいたの。私たちの船に乗っていた人。私たちの船に乗っていた人ではなかったから、あの人の乗ってきた船がどっかにあるかもしれない。気を失ってたけど、もう気づいてるかもしれないわ。それを使えば、島から脱出できるかもしれませんね。でも、まずは私を助けてちょうだい。拓郎を探してここに来たけど、落とし穴に落ちちゃって。わかりました。今助けに行きます。おお、ミカ。ミカがここで見つかって、助けてくれて病院に行ったって言ったから、ここで旅人が行くのかな？どうなんだろう。ビリヤード Q。長物を手に入れて、なんだ？置く？あと3本置けちゃう。うわぁ。こんにちは。出てきそうだよね。出てくるよね。バーンってくるよね。出てくるでしょ。大丈夫？ありがとう。で、ここで XL を押す。で、こっちの左の部屋に。うわ、イベントだー。どうすればいいんだ、これ。で、行けなくなっちゃう。ここさえでもダメ。でも必然的にこうなるよね。で、これだとダメだから、で、一直線にもできないし。これはどうにもできないな。むしろ反対側からどっか行くって感じだよね。こうすればいいのか？どうすれば頂点だ？ここ奥行ける？で、一応ここで逃げれる風にしといて、どうだ？これが吉と出るか凶と出るか。はい。ビリヤード Q。出てくるでしょ？出ては来ない。OK。で、こっちは？こっち行ったらさすがに出てくる。電池のない携帯電話。出てこない。OK。よし。さあ、あそこは何だったんだろうか。ドキドキさせていくぞ。あと2本でも必要なのか。もう1本どこだ？だいぶ肩が古くて。他の別の部屋にあるのかな？謎の、この銅像があって。
片方は携帯電話で片方はビリヤード球。なんかそこ、あそこら辺りにあるのかな。ここの辺りにまたある。ないよね。ああ、たえい。こっち。よし、レースに行こう、レースに行こう。こっち行ってって、で、すぐ入る、はい。オッケー。だけど、もうちょいやりたい。さあ、こっち行って、うわ、すげえな、何これ。これもでもちゃんと計算しないときっとダメなんだろうな。これでビリヤード球取って、ここら辺なんかある？何も特にない。で、あとはこっちをどかせばいいだけ。携帯バッテリー。OK。で、一応あそこの絵も確認したい。何か仕掛けがあるかもしれないからね。でも、もう見れない。まあいいかな。OK。で、こっち行ってって、で、とりあえずビリヤード球を置こう。と、その前に、つけて。1102フライデー。あれ？なんかどっかで見たよね。さあ、ここでビリヤード球を置く。何これ？8132？古時計の動く音が聞こえるって言ってたよね。古時計、こっちになんかあったっけ？あ、謎解きがすごいね。このなんかの、考えてる最中に、ピャッて出て、わーってなるって感じだよね。さあ、古時計だから上かな？上だね、きっとね。8132、覚えておこう。そして携帯電話もあったし、さあ、でもだいぶ長丁場になってるので、そろそろ一旦一区切りか。古時計が動いてますね。8132？OK。とりあえずロックを解除。なんかあんのかな、ここ。OK。8132、おい。うわー、鬼が。どういうこと？うわ、来たー！こっちで来て。オッケー、すぐ入りたいけど、入れる？よし、入った。オッケー。はい。じゃあ、今回は、ちょっとだいぶやったので、これまでにしておきます。こんな感じで動画投稿していくので、またよければ、ぜひ見に来てください。ありがとうございました。